はい、どうも隊長と申します。今回はですね、コールブルーティーブラックオプス3の、新 DLC の、エクリプスのですね、新しいゾンビマップ絶望の島というものが、追加されましたので、早速初見で遊んでいきたいと思います。ミッション、太平洋に浮かぶ孤島の謎めいた施設に第9師団の恐ろしい実験にまつわる秘密が隠されている。行きましょう、初見です。楽しみですね。多分ムービー流れるだろうからちょっと黙ります。密航者のデッキ上げろ。主君にあだ名すとは、恥さらしめが。日本語だ。こらえろ、タック。どうやって手に入れたんだ、この異物を。ごめんなさい、日本語わかりません。誰か答えられないのか。その手にあるものは破滅をもたらすだけだ。信じろ、嘘じゃない。ネズミどもを海に叩き落とせ。我は司令官より特命を賜りし者だろう。タキオって結構偉い人だったよ、確か。落ちちゃうよ。やばかった。やばいなんてもんじゃない。急ごうぜ、さあ。ウェイ、お前ら弾は？召喚の鍵は？あ、こんな感じで絶望の島に流れ着くんですね。なんであの日本兵たちに捕まってたのかがわかりませんが、プレイかな。よし来た。さて、やっていこうぞ、やっていこうぞ。おお、日本だね。日本のあれだよね、ゼロ式なんとかじゃないな、これデンプシーか。デンプシーじゃない、ニコライか。ニコライだ、ニコライ。他に選択肢はねえし、ドイツ野郎の計画ってのを覚えてるかに進んでみっか。おいおい、まずはね、基本的な動きを。いっぱい来んな。ここ同じとこだと、どこに住むんだ、これは。広くないか。なんだこれ、電気か。ドア、ドアじゃないよねこれ。木で塞がれてるよね、木の魔力かなんかで塞がれてるよね。あ、ガム。おい、ガムもなんか変えてきてましたね。よいしょ。何だこれ。ガス、待って、いろいろあるな。バケツ、シールド、ガスマスク、マシンツール、 KT4 ドクロ。今回もいっぱいなんかアイテムありますね。これラストかな。この島のどこかで第9師団が巻き起こす混沌の中、とりあえず適当にね、初見だから進んでみましょうか。なんだ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 。おお、なんか日本の飛行機攻撃比例だ。なんていうんだろう、あれ。走ってきた走ってきた走ってきた。危ない危ない。待って、そういえばさ、リバイブないの？思ったんだけど、マップじゃね。第9師団今どこ、わかんねえ、見れねえな、まともに。リバイブないの？リバイブなんだこれ。あ、バケツあったよ。ロシアのバケツとは違うな、穴が開いてない。穴が開いてないって、これなんかいけそうだけどいけないっぽいな。ニゾレにまたたまたまを、たまリバイブが初期位置にないんだね。ちょっと急いで動いた方がいいかもしれないわ、これ。あ、あった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 、こっちにあるんだね。なんだ、ルンルン、収穫が楽しみだな。植物に水をやる。
なに、なんだこれ、弾がない、拾えない、よいしょ、痛い、危ない危ない、ゾンビもやっぱ今の日本の兵っぽかったよね、帝国軍の。誰が弾持ってねえか、あ、ネロが弾く欲しいよね、弾。これもしかして魂捧げる系？ちょっとこっちで倒してみるか。この辺で。違う？ん？なんだこれは。これあれじゃないの？あのシャドウイービルの時にもあった似たような植物じゃないのかな。先に進んでみっか。お？なんだこれ、ドクロ、なんだこれは、お、アルガス売ってる、アルガスがノーマルで売ってるよ、ちょっと待って、あとな、弾がねえんだ、あばば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 ば、ちょっとこれを倒して、ちょっとカーペンダー、やばいな。ほっ、よし、ちょっとこれ買うね。よし、ちょっとあんまり買いたくないけど、一体、まあ初見だから進めるとこまで行こうか、適当に。頭狙えばよかったな。あれ、あ、まだいた、当たんないな。よし、さて、あ、ここにミステリーボックスがありそう。 あのドクロってなんだろう。あ、拾ってる、すんでみ、おー、なんだ、おっと、ここは登れないんじゃないか、一度降りちゃったら。なんか基地みたいな、まあいいんだ、基地みたいなところに来たぞ。なんだこれ、なんかドクドク言ってる、気持ち悪い。ここにも扉がある、相変わらずドアじゃないけど、ドア、もうこれ腰打ちの方が当てやすいような気がするな。ああ、腰打ちの方が当てやすいわ。なんだこれは、種、あ、今回はなんだろう、植物をあれなんですかね。あ、3つ揃ったよ。お、どっかんだ。さて、パーツ回収。何のパーツこれは。ガスマスク。ガスマスクは何に使うんだ。バケツどこで。何？ああ、これは犬みたいなやつ。なんだこれ。うわあ。今回はそういう虫、クモをね。あ、これ嫌いな人は嫌いだな。ちょっと当てられないんだけど。種を植えられるんだね。当たんないんだよな。ちょっと、よし、 OK。ここは進まない。うおい！あ、これがガスマスクに必要なやつ。花粉ね。巣を剥がす。おお、切りは。あー、そうなの。ここにダブルタップがあるのは分かった。なるほどね。あの、あいつの蜘蛛の糸で、ドリンクの自販機が、なんか飲めない状態になってるから剥がさないといけない、かつ電源をつけないといけないのね。ここは何、電車の中、なんか上に上がれるよ。あ、20円足りない、ちょっと適当にいないかな。いたよし、どうも。これはなんだ、
あ、ここでパワーをオン。水を入れるの？レベル上がった。ありがとうございます。水を電源ついたっぽい。うお、危ねえやん。あ、ここにガムがある。ちょっと待って、こんなところに戯られても困る。ちょっと逃げようね。あ、やばい。あ、なるほど、こうやって、どれだ、どれだ、どこにあった。ちょっと危ねえな、危ねえな。あ、なるほどね。電源まで遠いね、今回。ここまで来るんでしょ、だいぶ遠いね。なんだ、出た、なんだ、なんだ、丸グマみてえのがいる。なんだこいつ、なんだこいつ、なんだこいつ、なにこいつ、なにこいつ。うん、丸グマみたいにあれを撃つのね。足かな、じゃあ。やべ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 。当たんね、当たんね、当たんね。なんだよこいつ。よーし、倒した。意外と丸グマよりは簡単。デスマスシーン。オーブロン。まだいる？あ、いっぱいいる。よいしょ。あ、いたいたいた。富を蓄えておけ。厳しい時代を生き延びたいなら。種だ。これは何なんだ？玉だ。あ、なんか育ってる。収穫。うお、びっくりした。あ、やっぱそうなんだ。やっぱりそうなんだね。あの、シャドウイービルの時みたいな。あれを自分で植える感じなんだ。なるほどね。それは分かったのはいいんだけど。一体どこに向かえばよろしくて。あ、ここさっきのとこじゃん。え、わかんねえなぁ。ちょっと適当にこれ M8 買っとくね。いい加減ジャガノグの場所がわからないんだけれども、こっちの方まだ行ってないな。ここなんぼ？お、ぴったり。なんだここは。なんか電源がないとパワーをオンにしろ。種を植える、種を植えるとこあったけども、あれ近づかない方がいいのか。あー、ここ開かないな。あ、インスタだった。ミスった、ミスった。痛いな。やばいな。あ、終わった。いやー、おいしょ。殲滅力やばいな、サルガス。初めてゾンビで使ったけど。はあ、お金貯まったから行くか。これ撃てんの？あ、撃てた。なるほど、撃って壊すこともできる。失礼します。よいしょ。近づかない方がいいのかな、あれ待ってるときは。あ、来た来た来た。おお、やっぱダメなんだ。やっぱガスマスク必要だね。勝手かなんか吸い込んじまった。思った以上の気分悪い。あ、やっぱあれ吸い込んじゃうとまずいやつか。こっち側も必要だね。1000ポイント。下は？あ、なんかあるけど、これは関係なし。あ、クーダが撃ってる。よし。どこに行った？下に行った？あ、こっちか。 OK。 よし、なんだかんだ8ラウンドまで来てるけど、ジャガノグの場所がわからないからさ、そろそろたひねるよ。あー、日本だ。我らは屈強となり、敵は軟弱となる。あー、これね、ね、トライアーツさんに言いたいんだけど、この時代は左読みだよね。逆だよね、確か。日本って。じゃあ右読み？ん？なんか逆だよね、確か。右から左に読んだよね。
まあいいんだけどさ別に昔は昔で今は今。これはなんじゃフラホイ。バケツを満たす。いけないね。何？なんか湧いてきたぞ。あ、あ、クマさんあった。もう2箇所。なんとなく位置は把握した。あと1個やれば曲が流れる。どっかにないかな。種を、ここは開いてないね。よし。あ、ディビニーメイキありがとう。なんだあれは。虫。なんかアイテムがあるんだけれど、インスタキル。ちょっと、あ、遠回りしようか。あ、スタミンアップ。パワーオン。あれさっきパワーオンしなかったっけ？やっぱ別の場所が、別の場所にあんのかな。あ、ボックスがあるっぽい。あっち行きたいな。ゾンビ来ないかな。あら、ありがとうございますお金が足りないな。あ、リロードしなかった。警告したぞ。おー、びっくりした。ニコライはそう簡単には食えねえぞ。虫来たー。テレーにある餌はねえ。よいしょ。あ、10円足りない。よし、開けよう。これなんだ。おーおーおー、あ、いけない。あ、こっちか。あ、ボックスボックス。おー、なんか来たよ。あー、早いな。よいしょ。まあ、ボックスがあるのはいいんだけども、なんだこれ、受けないな。これはまずはパワーをオン。これトラップかな。これ光ってるやつは何なの。種を植える。種はまあ分かっ、チワワが分かったからいいんだよな。こっち側はじゃあもうボックスが来るスペース、小さいスペースっていうだけでいいのかな。たまにあるもんね、ゾンビの場合だと。そういう何にもないポイント。じゃあ、あとはここかな。あ、それ、あれってゾンビも通ると、バフってなるんだ。よし。あ、ここ最初のとこが500円だった。なるほど、これで一周してきた。え、ジャガヌグどっかにあったジャガヌグどこにあったの。ちょ、すっごいマップ見たいんだけどさ。ゾンビがいっぱい。危ない。おー、危ないな。よし。さて、一周してきてしまったわけだが、もうどこに向かえば、多分開いた。あ、これも強襲できるね。何か来る。ここでは MR6 はいらないかな。これドクロは何なの。なんか持ってて変わったことは特にない。え、全然わかんないんだけど。おっと、こっち側は別に行けないしな。これバケツじゃない？バケツだね。4人分あるのかな。なんだ、ダブルポイント。おー、危ない危ない。痛い痛い痛い。あ、終わったちょっと無理しすぎたなって。おーっと、死んだ時のやつが、あ、そっか、ソロプレイだから。そっか、
でしょう。ちょっとこれで殲滅。あ、やばい、終わった。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ感覚はそうですね、あの美容の時のシャングリラがちょっと日本風、古風、日本風、和風になった感じのマップでしたね。まあね、なんでしょう、 BO3 のマップ、ゾンビマップだと、まああれですね、シャドウイービル、ザ・ジャイアント、まあ僕はやったことないですけど、持ってないです、ザ・ジャイアント、あと前回のディア・エグゼントラだっけ読み方忘れちゃったけど、は全てね、まあ家だ、研究所、町、城ということで建物の中とか、まあ、街中だったんですけど、今回はねいきなり森の中のゾンビマップになったので、今までのゾンビマップやったことない人はちょっと難しいかもしれないですね。だいぶ出てくるところとか、なんだろう、見えるものが違うので、ちょっと難しい人は難しいかもしれないです。ちょっと難易度は高めかもね。まあ慣れればできると思いますね。まあまだ初見なので、まあどんなことをやってどのくらいの難易度なのかまだ全然はっきりとはしませんが、まあちょっといじった感じでは今までのゾンビマップとまたちょっと一風変わってるマップなので難しいかなと思いました。はい、ということで、今回はここら辺で以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。皆さんも頑張ってください。それではチャンネル登録やコメントお待ちしております。また公式サイトやツイッターもよろしくお願いします。ではバイバイ。